どうも、マッシーです。今日も楽しく法律を勉強していきましょう。今日のテーマはこちら、高知昇事件です。俳優の高知昇さんは2016年に覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されたのですが、現在は依存症の問題の啓発について取り組まれています。そんな高知昇さんについては、過去にその芸名が問題となった事件があります。一体法律上どのようなことが問題となったのか、この点を知っておくことは皆さんの人生にとってきっと役に立つ知識になると思いますので、最後までご視聴いただけたらと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。高知昇という芸名を使用して平成5年頃から活動を行っていた高知昇氏に対して、東京急行電鉄株式会社が高知昇の芸名を使用することが不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に該当するとして、その使用の差し止めを求めて提訴しました。東京急行電鉄側は、高知昇の芸名を使用して芸能活動を行っているが、高知昇の主要部分は東急であり、これは東急グループの営業表示である東急と同一である。すると一般人が高知昇氏と東急グループが何らかの密接な関係があるのではないかとの誤認混同を生じさせる恐れがある。よって東急の文字を含む名称を使用することの差し止めを求めると、主張しました。これに対して高知昇氏は、俺の芸名高知昇は高知県出身で、デビューが27歳と遅かったことから、急いで東京へ昇れという意味で高知昇としましたが、しかしその読み方は高知昇であるから東急と同一でもないし類似もしていない。高知昇と東急グループとを混同する危険性が抽象的にはあるかもしれませんが、具体的に危険があるとは言い切れないのではないでしょうか。また鉄道業と芸能との間には協業関係はないのではないでしょうか、と主張しました。そこまで。これらを受けて東京地方裁判所は、高知昇の芸名のうち昇の部分はその用部の一つであり、これは東京急行電鉄および東急グループの営業表示である東急と同一であるから、高知昇の芸名は東京急行電鉄および東急グループの営業表示である東急と類似であるものと言わざるを得ない。東急という文字からは通常東急の故障が生じ、それ以外の故障を想起することができず、人名といえども本来漢字のいかなる音訓の組み合わせによっても、昇るまたはそれに類似する音によって読むことはできず、単に高知昇氏が独自の読みを当てているに過ぎないものであり、また常に振り仮名をつけて表記されるわけではないことからすれば、これをもって非類似ということはできない。東急の営業表示の周知・著名の程度、高知昇の芸名の使用状況、類似性の程度、
東急の事業内容との関連性などの事実に鑑みれば、高知昇の芸名を使用して芸能活動を行うことは、高知昇が東京急行電鉄または東急グループの資金的援助を受けているといった経済的な関係など何らかの密接な関係があるとの誤信を生じさせる蓋然性が高いというべきであり、したがって混同の恐れがあるものと認められる。よってその芸能活動に高知昇その他東急の文字を含む名称を使用してはならないと判決を下しました。今回のケースで裁判所は、高知昇の芸名を使用することが東京急行電鉄と東急グループとの間に経済的もしくは組織的に何らかの密接な関係があるとの誤認混同を生じさせる恐れがあるため、不正競争防止法上の不正競争行為にあたるとして、その芸名の使用を差し止めました。その後、高知昇氏は東京で生きるということで高知昇という芸名に変更しています。たとえ芸名であったとしても、その名前が企業を連想させる場合には注意が必要でしょうね。以上、エンタメ法学でした。ではまた。